第3回3分の2クイズはい、というわけで3分の2クイズ第3回目やっていきたいと思います。はい、ルール説明の方を高橋にお願いしよう。わかりました。ルール説明ですけど、というわけでやっていきたいと思います。はい、俺から行こうか。北海道にのみ生息する冬の妖精といえば。いやいや、これは道民なんだから高橋は知らなくても農家さんは知ってるやろって考えてきてるからね、この問題。日本で北海道にしか生息してない冬の妖精と呼ばれている生き物。さあ、3分の2クイズ。まずは1ポイントいただこうかな、俺が。点数書くやつは、点数書くやつ。あ、すいません。て名前わかんなかった。そう、そう。俺の左隣誰だっけって思って。OK です。じゃあ正解の俺からいきますね。はい。はい、はい、じゃあ北海道に生息している冬の妖精、シマエナガ。シマエナガはですね、あのスズメみたいで、あの真っ白いふわふわした鳥ですね。じゃあちょっと高橋さんどうぞ。シマエナガ。おお。いやいやこっち狙ってるのに俺。よくわかったね、シマエナガ。最初ホタルかなと思って、北海道シマエナガだったかなと思って、鳥と思って。すごい、シマエナガ知っとるこいつ。知ってるね。横からチラチラカンニングした。いや、してないっすよ。してないっすよ。というわけで3分の2クイズ2人が正解なので、はい、これ1ポイント。はい、1ポイント。面白い。東京スカイツリーの高さは何メートル。高橋さん。高橋さん、そんなもん3人とも正解ですよ。いや、そこはちょっと高橋さん、ちょっとミスったかも。これは一般常識っすよ、それはさすがに。はい、そうですね。スカイツリーだもんね。スカイツリーですね。はいはいはい、はい、そんなもん分かりますよ。はいはいはい、もう簡単っすよこんなの。正解はこちら。はい、634メートル。まあ当たり前ですよ。これはもう常識ですよ。そうですね、常識ですね。はい、どうぞ。3000。降りたか。いや、ほら、3000ってな、富士山か。いや、3000はそれこそヒマラヤじゃないですかね。3000、あ、じゃあ4088だったかな。東京タワー何メートルか知ってます？いや、わかんない。東京タワーは333メーターです。そうなんですよ。はい、はい、333メーターです。え。なるほど、なるほど。なるほど。スカイツリー634メートルかな。そうですね。なんで634なの。あ、なんか東京の、うん、なんか昔の名前で、武蔵っていうのにちなんで、634メーターになってるみたいです。東京武蔵っていうの。そうです、なんか東京が武蔵っていう、なんかその古くのなんか名前があって、それから来てるて。宮本武蔵とかじゃなくて。ではないみたいですね。あ、違うんだ。はい、へぇ。そうですね。東京タワーは知ってたんよ。そうですね。スカイツリー、スカイツリーは俺覚えてなかった。いや、全然。まあ、今日でも覚えたけどね、これで武蔵で。そうですね、まあ、武蔵で。お前マイナス1ポイント。マイナス1。しょっぱなから。知るわけないやん、スカイツリーなんて。わかんない、わかんない。興味ないんだから。いや、そうそう、東京タワーギリなんだから。サブスクの正式名称は。ああ、これは、野口さん、高橋のことバカにしすぎじゃないですか、これは。そうですね、これは。これはさすがに。まあ、一斉の絵出しますか、これに関しては。はい、いきますよ。はい、せーの。サブスクライブ。サブスクリプション。は？サブスクリプション。嘘でしょ。サブスクライブじゃないの。サブスクリプションです。え、サブスクライブは。サブスクライブも合ってんのかな、ちょっと調べてみましょうか。うん、サブスクリプションとサブスクライブ何が違う。合ってるね、3人とも。おーおお、びっくりした。合ってる、危ねえ、危ねえ、危ねえ、ドキドキした。僕マイナス1ポイントです。危ねえ。フル HD、 フル HD 聞いたことありますね。フル HD 画質の解像度は何かけ何。これは普段編集しとるんやから、逆にもう俺だからマイナスされてもいいよ、これは。2人を信じてる、これは。はい、じゃあ正解、フル HD は1920×1080 です。はいはいはい。じゃあ農家さん。はい、 1920×1080。 あ、まあ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 、はいはいはい、1920×1080。 よかった、よかった。よかった、よ
かった。1年前ぐらいだったらちょっとギリだったかもしれない。いや、そうですよね。ああ、よかった。ゼロいや、よかったよって逆に。安心安心。エレベーターに設置されている大きな鏡は何のためにある？おー。ああ、これは、そうですね。これは常識だな。はい。これ結構そうですね。一つしかないけどね。うんうん、いや、俺2つ思いついてんだけどね。2つ思いついてるけどね。どっちなんだろうってなってる。2つ書いたらダメ？そうですね。2つはないですね。あ、じゃあちっちゃく書いとくわ。別にそれが答えじゃないけど。あ、はい、わかりました。はい。じゃあ、自分からいきますね。はいはい、正解は、こちら。車椅子のためです。ほう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 。はい。車椅子。はい。車椅子。ああ、荷物搬入でも使うからさ。あ、まあそうだね。ああ、はい。そう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 。のためでもあるのかなと思ったの。ああ、なるほどですね。まあまあまあ、でも。そうですね。お前マイナス2よ。はい。やばいよ。いや、そうなんですよね。五感といえば、視覚、聴覚、味覚、嗅覚。あと一つは？ああ。よいしょ。え？何？あと何やったっけ？お前だけ四冠やん。え？いきますね。触覚。はい。触覚。動体視力。わかんねえ。動体視力。わかんねえ。五感、五感、動体視力。動体視力しか出てこなかったもん。視覚に含まれるやん、そんなもんね。いや、わかんねえ、と思って。触覚は何かわかるでしょ？え、わかんないですね、触覚って。触るこの感覚、うん、触覚。あ、うん、あ、そうなんですね。うん、あ、初めて知った。怖い。まあ、先ほどあのフル HD 画質が 1920×1080 って話、はい、しましたけど、じゃあ、解像度 1280×720 は何画質？うん、まあ、正解は、はい、HD 画質。もうか、さっきからじゃあ行きましょうか。QHD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  違う。それむしろ多いよ、フル HD より。リニア。リニア画質っていうのがなんかあるのかなって思いました、これは。これは俺分かると思ったけど。日本の都道府県は全部でいくつある？うわー、俺これ多分間違えるんだよな。なんか俺音で覚えてて、うろ覚えなのその音が。だからどっちか分かんなくなるんだよね。音でも分かる。嘘。都道府県。いや、俺二つどっちかなんだよね。なんで二つ出てくんの前に。音が。いや、こっちか。いや、どっち？はい、いいっすよ、じゃあ。はい。ちょっとから正解を。はい、じゃあ正解はこちら。47です。はい。そんな少なかった？ 47。そんな少なかった？はい、56。56。え、47都道府県しかない？ 47 都道府県しかないです。そんな少ないことある？そうですね、47都道府県です。嘘、俺、58か56で前にしたんだけど。え？あ、俺世界線変わった？世界線変わったんだ。あ、俺世界線変わったんだ。多分。あ、そうだそうだ。俺ね、56都道府県から来た。出身地が。何追加されてるんだろう。緑森県とか知らない？知らないよ。あ、知らない？緑森。鹿本県とか知らない？鹿本。ありそう？知らない？知らないね。あー、世界線移動してますわ。オッケーオッケー、後で帰るで。なんだ、世界線移動してたんか。そりゃわかんねえわ。なんだなんだ。こっちの世界線の勝負出る気にもよろしく言っといて。だからあの47都道府県の勝負出る気が今56都道府県のいい世界に行ってる。あ、なるほど。入れ替わってるっつって今。楽しんでるかな、こっちの世界。緑森県の緑リンゴとか食べて楽しんでるかな。緑リンゴ、青リンゴ。これ、わかるかな。日本で唯一財政破綻した町は？農家さんから見ようかな、じゃあ。夕張。福島県。お前、福島県に謝れ。謝れ、ほんと。すいません。お前。
全然わかんなかったこれ。お前はほんまちゃんと謝れお前。すいませんでした。夕張でしょ。そうなんだ。そうだよ、お前炭鉱事業やってて、お前炭鉱なんて意味なくなってやめて、そのまま財政破綻してったんだよお前。そうなんだ。そう、炭鉱やってる時とか、その夕張メロンとか有名だから、うん、その観光に力入れようって金使いすぎて、そしたらもう炭鉱もないからさ、もう、うん、炭鉱掘る必要ないやん、もう、うんうん、今もう人もいなくなってくし、もう夕張メロンだけが残ったのよ。そうなんだ。そう、日本で唯一財政破綻してる。初めて知ったー。よし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 。でもこれで俺1ポイント1ポイント現在の日本ハムファイターズの監督のフルネームは？日本ハムファイターズが俺サッカーか野球かもわかんないからね。そう、野球ですね。あ、野球か。はい。あ、わかった俺。しゃー、ありがとう。おっしゃいー。ちょっとお腹すいたからお茶ガブ飲みするね。あ、よっす。あー、腹減った。うっそ。緑リンゴ食いてぇな。世界線違うから。うん。好きなんだよね、俺緑リンゴ。自分からいきますね。え、フルネーム？フルネームです。ちょっと待って、ごめん、ごめん。そうよ。フルネームよ。ああ、いや、いける、多分こうだ。いいですよ。はい、答えはこちら。新庄剛志監督です。はい。ほう。新庄正俊。え新庄正則。間違いかぶりある？まさのしまさのり。まさのしまさのり。おもろ。お前マイナスやね。俺まだ、俺まだマイナスやった。言われてみればそうだ。そうです。新庄剛志。はい、新庄剛志。ピントコン。世界線違うから。信号がなく、必ず左折で出なければいけない円形の平面交差点を何という？これはさっき言ってた、その、日本ハムファイターズの本拠地、ボールパークの近くありますもんね。ありますね。新しくできました。これはもうあれですよ、あの、どっちでもいいですよ。呼び方2つあるんで。もうこれわかんないとあれですからね、ちょっとあの、免許返納ですからね、こんなもん。混んじゃう交差点とかね、はい、信号とかのせいで、はい、にあると渋滞の解消とかになったりするんですよね。これシティーズスカイラインで僕こればっかり使ってます。そうそうそうなのよ。そうシティーズスカイラインでこうバーッと交差点作って信号置いちゃうとそこの信号で止まるから。ああはい、こればっか作ってる。じゃあ正解の僕からいきますよ。はい、はい、ラウンドアバウト。え、スクランブル交差点。あ、全然違う。こランブル交差点、名画点。君に認めれ、これ。左折円交差点。いや、左折円や。左折円交差点。残白糖の名前みたいになってる。曲がれ左折円。左折。左。ラウンドアバウトだよ。いや、そう。出てこんかった。入ってって、こう、うん、左。左折で絶対出てくっていう。そうそうそう、出てこんかったのさ。こんなんで俺ゼロ点に申されんのか。全然わからんかった、出てこんかった。ボールパークのあれなんだって。あるあるある。あんなとこだって俺一生出ないで遊んでたもんだって最初。わあ楽しいっつって。いや信号なくてくるくるくる回れるから。わあ楽しいっつって。え、マジか。はい、シティーズスカイラインやってたら覚えるんですけどね、これ。いや、そうだね。ああ、SNS は何の略？ SNS。SNS です。ええ、じゃあ、自分からいきますね。うん。答えは、こちら。ソーシャルネットワーキングシステムです。ソーシャルネットワークサービス。ソーシャルネットワークソリッド。ソリッド好きやな。ソリッド好きやな。前回もソリッド使ってたぞ。ソリッド好きやな。いつがソリッドしか出てこん。ソーシャルネットワーキングシステムなの。ちょっと待って、俺間違ったかも。え、嘘？嘘？一度じゃ間違うことある。ちょっと待ってください。ちょっと俺間違ったかも。ソーシャルネットワーキングシステム。ネットワークサービスだった気がする。SNS だよね。違った、すみません。システムじゃないです。ソーシャルネットワーキングサービス。全員不正解なんてことある？出題者が間違ってくるパターンある？システムじゃなかった、まず。うん。で、惜しいんだよね、だから。そう、惜しかったっす。ワークかワーキングだから。そうですね。もうギリ正解と言っても過言ではないレベルだもんね。はい、そうですね。お前はそれ間違いよ。間違いです。
お前マジマジか、嘘だろ、自分で出した間違えた、お前マイナス100点ぐらいするぞ。映画バットマンに登場するピエロのヴィランといえば、嘘、あ、全然名前出てこねえ、嘘でしょ、嘘でしょ。あれ結構常識。いや俺今日寝てないからさ。まあ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 。そう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 。そうだね。そう夜作業してたらさ、イナゴン来てさ、うん、あの 2PC 配信とかあの 5XLR の設定とか教えてて、うんうん、で教え終わったかなぐらいで3時ぐらい、うん、そこにカッキーが来て、フォックスラビットが来て、いろいろ喋ってたら朝のちってん。客観視が書き終わってるのが怖いな。よし。行きます僕から。はい。はい。ジョーカー。ジョニー・デップ。ジョニー・デップは俳優の名前やん。ジョーカー。おっしゃー、勝ったって言わさあ、マジで出てこなかった最初。怖かった。一般的にトランプってジョーカー2枚も含めて全部で何枚？え？いや、とか怖いけどね。54枚。54枚。58枚。なんで？今パッてこう書いてて頭の中で計算してて、え、50何枚だよな。どういう計算したの今。トランプってあのハートとかスペードとかで4種類あるじゃないですか、うん、数字が13まであるじゃないですか。13まであんのか。なんちまっ、いや、にしてもだな。怖い、取れると思ってたやつで取れちゃうの怖い、怖い。もうみんな正解して当たり前だよねこれね。ジョーカーの他にジョニーデップ混ざってると思ってんじゃん。混ざってるわ、混ざってる。何枚ジョニーデップ混ざってると思ってんパソコンの OS とは何の略？いや、我々言っちゃえば IT 企業ですよ。ほんま俺今日カタカナ間違えんな、全然大事。はい、オペレーティングシステム、オペレーションシステム、オフィシャルソフト。オペレーティングだっけ OS、 オペレーションシステムじゃなくて、オペレ、あれですよ、お前が不安にならないでほしいんだよな。あ、オペレーティングシステムですよ。ああ、どっちにしてもマイナス、まあ、マイナス、マイナスは変わらない、まあ、そうですね。オペレーティングか、そうです、オペレーティングシステム。お前の問題俺ニアミスするな。いや、そうですね。そうなんですよね。で、何？オフィシャルソフト。オフィシャルソフト。オフィシャルですらない。オフィシャルソフト。何これ？エロゲメーカーの名前？エロゲメーカーの名前じゃん、これ。オフィシャルソフトみたいな感じで始まるんですよ。あるで。オフィシャルソフト。オフィシャル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 って書きたかった。うん。そうさ、英語の略やめてくんないかな。俺当てれないんだよね、その英語の略。HP などのステータスが999や9999以上にならずに止まることを、はい、カタカナ4文字で何という？あ、もう速攻よこんな。これはね、うん、僕これ好きですから。あー、そうだね。何でもこれ。すぐにこれしたがる。よく、新作のやつとかすぐこれするから。あ、これしちゃう？そう、イナゴって呼ばれる。すぐに食い尽くすってさっきのジョーカーからジョニーデップでの下り、台本あるかみたいな感じで綺麗そうだった。綺麗そうだった。ジョニーデップとジョーカーで間違えてトランプで、ジョニーデップもいると思ってないみたいな。台本あるかのような綺麗そうなツッコミだったよね。うん、ないからね。OK です。はい、カンスト。はい、カンスト。あはははは、ストップ。まあ、カウンターストップの略なんで。そうですね。ああ、そういうことか。まあ、惜しいですね。出てこなかった、これは。マジでカンスはでも知ってるもんね。カンスは知ってる、うん、尺的には終わらせたいな。どうしよう。哺乳類なのに卵を産む動物は2匹いるんですよ、この世に。哺乳類なのに卵を産むやつ、そのどっちかを書いてくれたらいいです。ここで哺乳類哺乳類言わないで。うるさいな。あれとか実は俺知らないだけで卵とか産むのか。あ、その説あるな。ない。じゃあ高橋から見てこう。はい、クジラ。じゃあ。
はい、カモノハシ。カモノハシとハリモグラです。カモノハシ、カモノハシってな、カモノハシってオーストラリアかな。まあそうだね、そにいる、うん、あのね、くちばしみたいのがついてて、ヒレがついてて手に、で毛が生えてて、哺乳類のくせに卵を産んでミルクで育てて、後ろ足に毒があるっていう、あの神様がいたずらで作ったかみたいな動物がいる。全滅みたいな動物がいる。へえー、そうなんだ。そう、当時誰かが発見して、うん、アメリカ大陸だからに帰って、こんなのがいた言って誰も信じなかった。そうだよ、ね。ちょっとそんな想像上の動物みたいなのいるわけないやろ言うて誰も信じなかった。カモノハシ。そうなんだ。そう、はあ、初めて知った。毒まで持ってるっていうところまでもうすごいって言われてたのに、つい最近の研究でこいつ、あの紫外線とかブラックライトとか当てると光るっていうのも分かったんですよ。さらにこいつ光る能力まで持ってやがった。で、魚はあれですからね、このくちばしの先っぽにあるサメとかが持ってるな、ヒレンチン器官とか、なんかそんな器官で、はい、電気信号で探す魚。魚の動くその微妙な筋肉の電気で、こうやって探すの。すげえ。だから、チート動物。テルさん、あと1点。リーチ、うん、リーチ。2016年8月に公開された映画「君の名は」の監督の名前は何？どっちだっけ？どっちだっけ？もう確実に当てに行こう。あの辺の監督俺勝るんだよな、名前。あ、なんかいっぱい知ってるから。それしか知らないと逆にそれなんだろうけど、なんかいろんなの知ってると、はい、うんうんうんってなるんだよな。あー、確かに。新海誠。新海。はい、新海誠監督です。あ、よかったよかった。あ、よかったよかった。お前マイナスもう下がらんからって、お前ほんま好き勝手しよって。いや、違う違う、好き勝手しようっすよ。これはさ、ポーランドから帰ってくる飛行機の中で俺それ見て、君の名は、うん、うん、飛行機の中で俺号泣してたんだから。あの山のてっぺんでスッて消えるあのシーンで号泣。いや、あれいいね、あれいいよ。よし、これで決めよう。ゲーマーの間で CABC の C といえばチーターの隠語、略称チーターの C ですが、 G は何？いや、これで終わらしたい。めっちゃ簡単な問題も用意してるんだけど、めっちゃ簡単な問題だと2人とも正解しちゃうから、うん、どっちかだけが知ってるであろうみたいな問題を選ぶところがやってる僕らは楽しいです。そうです。そうなんです。 G はゴースティングのことです。ゴースティング、ストリーミングスナイプとかも言いますけど、うん、配信者の配信を見に行ってどこにいるのかとかを知って有利に動かして勝ったりとかする、そういうなんか悪質な行為があるんですよ、ゴースティングっていう、はい、それのことですね、はい、G はだから、その配信中とかは、あ、これ G かもみたいなとか、うんうん、あー、はい、 C かもみたいな、まあ、C かもはないな、うん、C は僕らはもう分かるわ。C かもっていう時にはもう C ってもう頭の中で断定してるから、あー、チータっていう。あ、これチータ。ゴースティングの時は臭いねっていう。あー、 G の方が、臭いねって言うと誰かが多分だよねっていう。いきます。グッド。高橋セキュリティ、なんで G ですらないやん。いや、 G ですらないやん。もう全然ですやん、お前全然わかんなかった、マジで怖い。 G の単語が全く出てこなかった。グッド、グッド、グッド、GG。 あ、GG。 グッドゲーム。あー、GG が何の略とかにした方がよかったんか。あ、まあ、1点に戻るわ、俺。ごめん。そうだね、あるね、ゴースティング。これ、尺えぐいで。2023年10月の時点で最も人口の多い名字は佐藤さん、2位は鈴木さん、3位は高橋さんですが、4位の名字は何？佐藤、鈴木、高橋に続く多い名字。そうです。なんだっけこれ。いや、なんかなんとなくわかるけどね。うん、だ、田中とかも結構多いよね。多いね、結構多い。田中？いや、それはまあ何とも言えないですけど、でも4位と5位は
もう一気に差がバンって開いてるぐらい、1位、2位、3位、4位の名字は圧倒的に多いみたいです。いや、こっちかな。はい、正解見たくないな。はい、そうですね。農家さんから行きたいな。はい、行きます。はい、田中。俺その可能性もあると思って、うん、で、木村結構多いよなと思って、木村で、林も結構多いなと思って、俺林で行くわ。あー、おー、はい、うん、正解は、正解は田中です。田中、俺一番最初言ってん田中って。うん、一番最初まま行けばよっておちょくりやがって。5位は、5位が、うん、伊藤さんだったな。確か伊藤、そうだ、そう、伊藤ね、伊藤さん、うん、中村さんみたいな感じ。中村も多いわ。確かそんな感じで下がってったはずですね。木村林は入ってんだ。木村林さんは入ってなかったです。多いってけどね。将棋の問題、斜め後ろ以外は全方向に一マスずつ進める駒は？じゃあ僕いきます。はいはい、はい、金、金、銀。え、銀は横がいけないね。横、うん、横か、いけないの。後ろもいけなかったっけ。いやー、くそ、もうちょっと迷っときゃよかった。これやったー、2点。2点。いや、もうちょっと迷っときゃよかったー。これ江戸時代武士が恐れ多いと食べなかった野菜は？なんか聞いたこと、いや聞いたことはあると思う、うん、義務教育受けたんや、俺でも知ってるから。カブ、大根。おお、大根。正解はキュウリ。キュウリの切り口が徳川家の家紋に似ているってことで。ほー、あと美毒もあるって思われてた。あー、キュウリ、そう、トマトとかと一緒で毒があるって思われてた。あ、そうなんだ。全然わかんないな。進まねー。だから昔の書物とか見ると、キュウリは美毒ありとか書かれてる。ほー、勉強になるな。3分の2クイズ。車の駆動方式 MR とは何の略？え？ MR？ はい、正解はこちら、ミッドシップエンジンの略です。 R どこ？R って言ってるんですけどね。でも MR は、そうですね、ミッドシップ、なんかその後ろにエンジンがついてるエンジンがミッドシップエンジンっていうんですよね。座席の後ろ側についてるエンジンなんですけど。ミッドエンジン、いや、ミッション。あー、リア、そうだよね、リア、マニュアルリア。あの、そうですね、ゼンさんが近いですね。え、MR でしょ。はい、MR。 ミッドシップエンジンリアドライブで、だから全員不正解です。全員不正解。リアドライブ、そう、リアドライブだ。リアミッションじゃない。そうだね。ここから俺出てこなかったよ。お前の問題は MR が何の略かでしょ。そうっすね、MR が。はい、そうっすね。お前それ M だけど、 M の略だけど。よし、じゃあ行くよ。はい、ちょ、マジ尺やばいから、もう次3分の2成功したらもう100点とかでよくない？100点。いや、そうだね。これだってもう1時間以上撮ってるよ。いや、撮ってる。これ1時間以上見るやついないよ、多分。早物勝ちでも次100点ね。はい。俺、これ、どっちかいけると思うんだよな。Nintendo 64。ゲーム機ありましたよね。昔、はい、64。のソフト。ドンキーコング64。ゼルダの伝説。ムジュラの仮面。はい。パーフェクトダーク。は、とあるものがないと起動することができませんでした。そのため、ソフトには、とあるものが付属する、同梱版が発売されていました。そのとあるものは何？名前はね、呼び方は2つありますね。え、マジで？世代よ、2人とも。ちょ、待って、あれ、なんで？え、64Eにあったよね。あった。あった、そう。あったよね。あった、そう。ドキーコングはやった？やってない？やってる、やってる。やってました、やってました。やってました。したら、その同梱物持ってたはずやで。その同梱物ないと起動しないからね。ムジャの仮面は持ってた。うん、ムジャの仮面、俺もやってた。うん、じゃあ、その。6や。6やでしょ。後ろにでっかい電源のあれ刺すでしょ。いや、マジ。いや、テルさんごめん。出てこんわ。いや、ちょっと勘弁してって。世代やん。ドンキーコングとかやるのに必要だったって。いやー、何だったっけな、マジで。俺、池田からドンキーコングのソフトを借りるとき一緒に借りてるもん。すいません、アタッチメント。振動カトリッジ。いやー、もうそれコントローラーの方につけるやつやん。そう、コントローラーの方につけるやつやん。本体のさ、うん、あの前の部分パカッて開けてさ、赤いあの剥がさないでくださいシール剥がしてつけるメモリー拡張パック。そうそう
あ言われそうだね。メモリー拡張パックと同梱で売ってたやん。ここ開けて取って差し込むまでは覚えてたんだよな。あれはね、最初はねハイレゾパックって名前だったよ。ほーむー、うん、全然浸透しなくて、うん、メモリー拡張パックって名前に変わった。実家 CM とか俺めっちゃ覚えてるよ。キッズ3匹がさ、これが秘密のなんちゃらだみたいな、パカッて開けて赤いテープ貼ってあって、剥がしちゃいけません、おいやべえじゃねえのか、大丈夫だよみたいな、カチャンみたいな、覚えてない。ドンキーコングの CM。 そんなのだっけ。アニメポケットモンスターの主人公サトシの出身地はどこ。時間の無駄や。はい、さよならバイバイ。さよならバイバイ。サラトルです。メインインブラック、インデペンデンスデイ、インデペンデンスデイ、ハンコックなどで知られる映画俳優といえば、あのここまででかかってる。でかかったね。でもこれは高橋が正解してるのなら俺はもうこのでかかったままでいいと思ってる。俺やらせはできないから本気で行くよ。そうだね、うんうん、あれ俺もう多分なんか混ざってるかも。ちょっと待って、俺ちょっと待って、どっちか分かってマジか。うわマジか。あやばいかも俺これ。いきます。ウィル・スミス。ウィル・スミス。ウィル・スミス。じゃあ俺ね、そうだよね、最初エディ・マーフィーが出てきて、あこれやべ、エディ・マーフィー、エディ・マーフィーみたいな。でもエディ・マーフィーじゃない。そのままない。そう、もう一周か。もう一周だ。もう一周だ。エディ・マーフィーで終わらしとけばよかったな。いやでもやらせましないからごめんごめん。ニンテンドースイッチ本体現行の標準モデル以外の種類は何と何。いったんじゃないかこれ。結構いい問題だったんじゃないか。いったんじゃないか。いったんじゃないか。いったよね。一個はこっちなんだよな。あれもう一個何だったっけ。てかもう一個ってあったっけ。いやそう、高橋をそこにはめる。そう、今んとこ俺のもう手のひらの上で転がってる高橋は。1個はこれで、もう1個あったっけ。これまではもう予想できてた。農家さんがイケてるかどうかよ。もう1個は有機 EL で、もう1個がなんか頭の中では分かってるけど名前が出てこないんだよなあれ。まあ、1個しか書いてないから。でもこいつはもう不正解だ。農家さんお願いします。スイッチライトと有機 EL モデル。そう、ライトと有機 EL。 有機 EL。 ライトか。はい、俺100点。100点。1時間以上なっちゃった。なっちゃったね。10分前後で撮り終わって10分前後になる予定の動画です。そうです。でもこんな動画分割できへんで。できないね。カット頑張ってください。うん、高橋のあの MR とかカットしよう。クソンカツから。高橋罰ゲームや。高橋罰ゲーム。来たか。どぎついのに。そうだね、どぎついのしはもう。ミッドシップエンジンでひこったの。てるさん、高橋を担ぎに出せる。高橋、熱出してちょっと病院行かせました。咳してたもんだって。熱だったんだ。熱あった。ああ、オッケーオッケーオッケー。ほな、今日撮影なしやね。そうだね。オッケー、じゃあ他のことやりましょう。はい。はい。